今回の話題はこちら。ギャル子モノモンシチャンネルのギャル子氏が時事系 YouTuber であり、ひまそらあかね氏の飼い猫でもあるヘナチョコ氏に妄想野郎扱いされる。はい、どうも皆さんこんにちは。ギャル子モノモンシチャンネルでございます。実は先日ポストでちょっとしたことが起きて、今日はその話をしていくよ。ことの発端は、僕がヘナチョコ氏の引用をする形で情報を発信する立場でありながら、爆災の情報をもとにガシマンテッと騒いでる時事系 YouTuber がいて笑えるとか、ひまそらあかね氏と対立している側は取り上げるけど、ひまそら氏のモラルのない言動は動画にしないよねとポストしたんだけど、それに対してヘナチョコさんがお気持ちを表明したんだよね。で、それがこれなんだけど、まあ僕が前の声優さんと揉めたのは事実だし、別にそのことを隠してもいないから言われてもいいんだけどね。それに対して僕はこう返答したんだよね。で、それに対してチョコのおじさんは僕のことを妄想野郎扱いしてブロックして逃亡したんだよね。でね、チョコおじさんに言いたいんだけどさ、僕の言ってることのどこが妄想なのかな？だってチョコおじさんがひまそら氏に飼い猫扱いされて何も言い返せずにペコペコしてるのは事実だし、爆災の情報をもとにアホみたいにガシマンテガシマンテと騒いでたのも事実じゃん。もう一回言うよ。僕がチョコおじさんについて言ってることは紛れもない事実なんだけど、どこが妄想なのかな？教えてよね、チョコおじさん。レイヤーおじさんもそうだけどさ、人を批判するときは具体的な根拠を出してから批判しようよ。でさ、最近コメント欄でもお前も同じじゃんとかブーメランとか言ってくる人がいるけど、本当に頼むから、いい大人なんだから具体的に指摘してくれないかな。そんなんじゃ社会に出たらやっていけないよ。でさ、チョコおじさんは堀口がコラボがって付き放題言ってるわけじゃん。そんな人がさ、反論もせずに捨て台詞だけ吐いてブロック逃亡はさすがにダサいって。チョコおじさんには耳が痛い話かもしれないけど、僕はチョコおじさんにはまともな社会生活を送ってほしいからこうやって注意をしてるんだよ。別にチョコさんが嫌いで言ってるわけじゃないんだよ。だからこの動画を見ている人たちもチョコさんが偉そうに講釈垂れてたら、でも君40代無職男性には何も言い返せないじゃんと注意してあげてほしいんだ。あと、もういい年したおじさんなんだから、20代の学生に粘着して動画出しまくるの本当に恥ずかしいからやめた方がいいよってところで、今回は以上だよ。ご視聴ありがとうございました。